そば美味しそう。さきさん今日ありがとう。香川さん、せいなさん、ボックドイヤさん、こんばんは。さきさん今日ありがとう。ありがとうございます。なんだった今日ありがとう。先生もいちごありがとう。ありがとうございます。ゴールドさん、マッキーこんばんは、ありがとう。さっきーさん、あはんはんタコありがとう。さっきーさん、キムありがとうございます。しまっち、シド、ウッシー、マコクモ、スタポンテ、モトヒロ、わー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 ごめん、長いちょっと。あ、ヒカルカラフルダル祭りありがとう。トッシーさん、アイスありがとう。たまいちごありがとうね。ありがとう。あ、もう一個か。そうだ、もう一個って言ってたんだ。ぼうや、たっき、こんばんは。ひろひろ、こんばんは。もうさん、ギリでもいいよ。ありがとう。あー、すごい。ありがとう。えけいさま、えりちゃん、こんばんは。ありがとう。ゆうちゃん、バラ、ありがとうね。ありがとうございます。ワカもキュンありがとう。トラックルさんもチョコキュンありがとうございます。カラタカもキュンありがとう。福野さんこんばんは。エマカッコードデジキュンありがとうございます。ありがとう、嬉しいです。アツシさんこんばんは、ありがとうございます。タンマちゃんもね、ありがとう、ありがとうございます。お疲れ様。あー、カラタカキュンパすごい、みんなキュン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 ありがとう。キュンキュンキュン、あ、もう一個もありがとうね。もう一個、近藤祐介さんこんばんは、ありがとうございます。あさきさんもありがとう。キュンパありがとうございます。あ、竹内さんもありがとうございます。ミミさん、アツシさんもありがとうございます。ありがとう。キュン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 すごい、タコもタコもありがとうね。ヒロスこんばんは。テンさん、ゲリでもいいよ。ありがとうね。明日はお話し会、お話し会1、2、4、5、6とね。よろしくお願いします。よろしく。ヨリョもキュンありがとう。うん、あ、夜キュンパありがとう。なるくん、ギリでもいい、ありがとうね。テイさんもキュンパありがとう。うん、クラッシャーのこんばんは。なんかね、あっという間にお話し会だあっという間の。赤井蔵さん、かわいい、ありがとう。わあ、楽しく、ね、お話できたらいいなって思います。先生に会う、ありがとう。あ、新田さん、いちごありがとうね。あ、もう一個梅尾さん、こんばんは。先生、ケンパありがとう。緊張、最後はもう
楽しもう。明日になって本当。そうだね、3月もあるといいよね。テイさんググありがとうございます。確かにお話し会はカンペを、カンペというかメモ用意できますからね。うん、ね、ゆうちゃん今日もありがとう。うん、楽しもうね。みーさん、しげさん、こんばんは、ありがとうございます。目線で、え、全然良くない？言いたかった、伝えたかったことを伝えそびれるよりは。こんばんは、ありがとう。ありがとうございます。おひでこんばんは、ありがとう。箇条書きにするとか、このこと、このこと、このことみたいなとか。要点みたいな。いや、キュン、ありがとう。キュン、そうだよね。でもそうですよね、本当に。そうですよね。みちろさん、ていてキュン、ありがとうね。くるみさん、こんばんは。でも作文みたいなのもいいかも。練習。あ、ついてケンパ、ありがとう、ありがとうね。台本。これだけはなんか言葉で、その喋り口調で伝えたいみたいな、そういうのはを明日にしたらいいかもね。うん、てさん今日ありがとう。うん、ありがとうございます。ごせむさん今日ありがとう。作文コンクール。ご世話君ありがとうね。ありがとう。サンリッチさんかも。全然噛んでも大丈夫でしょ。ゆうちゃん、だるまありがとう。あー、ご世話さん、ナムテさんこんばんは。ご世話さんも。ケンパありがとうね。僕の推し。ウゾさん、もう一個ありがとう。うん、お手紙もね、ぜひ待ってます。うん、
あ、そっか、会社でお話し会。あ、セリクマボコね、ありがとうね、ありがとうございます。みんな早速浴びる、キュンありがとう。ユキもキュンありがとうね。お手紙、嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい。題名いっぱい書ける、題名。みんな僕のから。いつまで届ければ、いつまでなんだろうね。でも私がさ、まだね、いつまでか分かんないからさ、でもそのいつまでの日までに届いてればいただけるんじゃないですかね。まあ、それかもし、そうなんじゃないですか。だからいつまでがね、いつになるのかなっていう。3月の上旬は大丈夫じゃないかな。ある時期までもらえたって、あ、そうなんだ、へえ。まあそこはね、確かにスタッフさんも気を利かせてみたいなのはあるのかな。なんかこれこれも届いてたよみたいな感じで、まあね、そんなこの日、もうこの日で、この日で卒業したんだから、もうこの日までみたいな。確かになんかそこ、そこまで、そこまでね。あれでもないと思いますけど、まあでもね、心配するよね、届いたかどうかなってね、ギリギリだとね。ゆうちゃんキュン、ありがとう。たべっちさん、こんばんは。嬉しいです。楽しみにしてる。ありがとう。カルトがキュン、ありがとう。てるてる、ロブタンキュン、ありがとう。あ、そうだね、明日明日よろしく、マリアちゃんからねお電話が来ました。なので明日、いつ以来なんだろう、私いつ以来、もう結構久々な気がするな。え、4月6日以来、あ、そうなんだ、超空いてるじゃん。マジか、そんな空いてたんだ。まあでもそうだよね、確かに全然やってなかった。ね、でもね、よかった、最後に、最後なのかな。よろしくね、
終わってきました。6回目、あ、そうなのか、6回目だった。あ、でも新規ありがとう。なっちゃんこんばんは、ありがとうございます。ちひろさんキュンありがとうね。えほうさんキュンありがとうね。トークテーマが卒業までにやりたいこととか、あとマリアちゃんと私でお仕事したことの思い出トークとか、なんかね、そんな感じです。あーちゃん今日ありがとう。みょうよろは9時半ぐらいからするかな、夜多分。そう、結構ねマリアちゃんと一緒にお仕事で、そう結構振り返ってみたらあるなって、うん、いろいろ、もう嬉しいことに。うん、ありがとうございます。あ、そうだね、そう、この配信ルームではないのでね、みょうよろはみょうよろの配信ルームなので、そこお間違いなく。あ、さっきさんもう一個ありがとう。オレさん、ヘスターさん、こんばんは。え、でも私もなんかログインギリギリまで忘れそう。もうしとこう、あとで。あ、ではバラ、ありがとう。ヘスターさん、キュン、ありがとう。ありがとうございます。ね。ここ気をつけないと。でもみょうよろもめっちゃバトンつながってるよね。相当よ、相当つながってるよみょうよろ。だって本当にもうな、超超昔からやってるよね。すごい、あれはどこまでつながっていくんだ。ねえ。2017年、ね、長寿企画。10月20、あ、そうなんだね。え、待って、明日祝日だけどやっていいんだよね私ね。怖い怖い。で普通に回していいんだよね。そうだよね。あ、怖い。え、そう、金曜とかに
担当だと、そう、あ、じゃあ、あ、金曜とかに回ってくるとなんか土曜日にしてしまいそうになるけど大丈夫だよね私普通に明日やります。いや、なんか祝日なのかなみたいなめっちゃ細かい。もうそこはもう土日以外みたいなこと、ね、うん、2129ありがとう。シュルムはミョイヨロの前ですね、はい、ミュータさんタコありがとう。てなまさん、ぶっぱさん、こんにちは、ありがとう。こんばんはか。ありがとうございます。ねえ、元気クッキングもできたらいいよね。やりたいな。あ、みちひろさん、チョコキュン、ありがとうございます。埼玉さん、こんばんは、ありがとうございます。しおちゃん、こんばんは、ありがとう。では再現ウォッチできてなかったから行ってみよう、行ってみよう、みよう。そう、この間の土曜日、もう水曜日になっちゃったけど、この間の土曜日、土曜日、土曜日、すいませんね、もうこんなに時間が経っちゃって。で、この間ね、取れたてあったんですけど、ちょっと原稿のデータがちょっと今回なくてか私が喋ってくるのを忘れてしまったので、なんかちょっと覚えてる部分を説明します。私が、あ、こんなこと紹介したなみたいなところを、はい、言っていきたいと思っています。はい、で、今回紹介させていただいたのが
米屋十兵衛さんっていうお店です。農家レストラン。あ、農家イタリアン、農家イタリアン米屋十兵衛さん。宮城の農家の皆さんが大切に育てたお米や宮城の食材を本場イタリア高家のグランシェフが美味しく仕上げます。で、宮城生まれの玄米で金の息吹っていうものがあるんですけど、まあ、それを使った料理が中心となってるお店です。そう、シェフの方がね、広瀬隆一さんという方なんですけども、フィレンツェで修行してきたという、もう本当に本格イタリアンの方なんですね。そんな方が宮城にお店を開いてくださるなんてね、食べたい今回もちょっと試食はなかったので、今回脳試食でした。ウォッチンには珍しい脳試食で、私がそのね、まあ、いろんなそのイタリアンのメニューがある中で、新しいサービスとして、あのドライブスルーイタリアンという感じで、普通にドライブスルーでイタリアンのお料理を受け取って、でお家で楽しむことができるっていうサービスが始まったんですよ。で、やっぱりその金の息吹を使ったリゾットがね、とてもおすすめのメニューということで、その金の息吹のリゾット弁当が人気だったりとか、あとはオードブルなんかもね、あるみたいですね。お家でちょっとした贅沢ができる、はい、そんなドライブスルーとなってます。デリバリーとかもあるみたいですねはい、あ、そうで、事前予約が必須みたいです。こちらドライブスルーは、で、そのランチディナーのそれぞれの営業時間内に受け取りが可能らしいですね。はい、でもめちゃめちゃ美味しそうでした。あ、気になってたの。あ、そうなんだ。美味しそう。でも私も金の息吹ね、何度か食べたことあるんですけど、すごいプチプチ食感がね、なんか本当にちょうどいい。玄米ってなんかちょっと硬いイメージだったりするかもしれないんですけど、そんなことが全然なくて、金の息吹は本当にプチプチって感じなの。うん、食べやすいです。食べやすい玄米ね、なんかいろんなメニューがある。美味しそう。行ってみたい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 なこの店。美味しそう美味しそう。たまちゃんキュン、ありがとう。めっちゃ美味しそうだよ。
今日ご紹介したのはね。で、なんか今回はプレゼントがあったんです。珍しくこの取れたてのコーナーで、この小宮十兵衛で使える、なんだろう、商品券みたいな、お食事券か、3000円分が3名の方に当たるっていう、そう、珍しくプレゼントがあったんですよね。そう、そういつもプレゼントとかないんですけどね、取れたてのコーナー。そうそうそう、でした。こんな感じでしたね、今回の久々の取れたてのコーナーで、みんな大好き運気予報はみんな大好き運気予報がこちらです。まず運気晴れ、運気晴れの皆さんが、ゆうちゃん今日ありがとう。3月、4月、6月生まれの皆さんです。はい、で3月生まれの方が他者への優しさで運気上昇、自然体がポイントでした。で4月生まれの方、復活運やターニングポイントが、こうターニングポイントがこう焦らずということでした。そして6月生まれの方が自己メンテナンス期、アートに触れて心もケアでした。はい、続いて晴れ時々曇りの方、1月5月10月生まれの方です。1月生まれの方、あえて歩調を緩めることで挑戦運を活用しようということでした。そして5月生まれの方が対人運の高低差が激しくなるかも、心地よさを重視してくださいだそうです。そして10月生まれの方が、現実的な判断力を大切にして、ノープランは NG ですだそうです。はい、どうでしたでしょうか。続いて運気曇りの方は、2月、7月、11月生まれの皆さんです。2月生まれの方、気持ちのすれ違いを感じたら素直さを大切にしましょうだそうです。そして7月生まれの方は、遠ざかる物事もあれば近づく嬉しいこともあるときだそうです。はい、で11月生まれの方が、衝動的な言動には注意、理想の押し付けも NG だそうです。はい、でした。そして運気雨、はい、雨の方は、8月9月12月生まれの皆さんです。はい、8月生まれの方、考えすぎずに居心地のいい人とだけ過ごそうだそうです。おお。そして9月生まれの方が、スキルアップは自分のため、ブラッシュアップをだそうです。そして12月生まれの方が、動くに動けず不透明に感じそう、体調管理が第一です
でした。どうでしょうか。こんな感じです。もうね水曜日になっちゃったんですけど、あと木金とぜひ心がけてみてください。あと3日だけだからね、そう思えば。あと3日だけなんで。そうです。逆になんか思い当たる節ありました？あ、クランプさん、キュン、ありがとうございます。あと3日だけ、遅くなっちゃってごめんね、そうですね、テニスのこと。あ、クロップさんかわいい、ありがとう。頭キュン、ありがとう。もうジョージさん、あ、タワーありがとうございます。これバレンタインの、あー、バレンタインのか、ありがとう。 I love you、 ありがとうね、ジョージさん、ありがとうございます。バレンタインタワー、ありがとう。ケイ君、今日もありがとうね。ヘビーローテーションにかかってる。え、そうなの？そうなの？へえ。どこが？ケイ君、今日ありがとう。I love you ってこと？あ、え、じゃあ I want you、 I need you もあんのか。あ、そういうことか、そういうことか、なるほどなるほど、そういうことか、なるほどね。I love you を選んでくれたんですね。ありがとう。どの言葉も嬉しいですけどね。あ、にしにし、キャンパー、ありがとう。イエイ。ありがとうございます。大好き。嬉しい。I love you だよ。ありがとうね。大好き。ありがとうございます。明日4部。あ楽しみましょう。4部ありがとう。あ、先生キュン、ありがとうね、ありがとうございます。あっちゃんもキュン、ありがとう。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。ティティもキュン、ありがとうね。キュン、
そうだね。あ、ワカも急ありがとうね。え？タバ？うつ、あ、ほんとだ。え？ほんとだ。いつの間に。I need you。 え？しのぶさん？あ、あ、胡蝶しのぶ愛してる。胡蝶しのぶ愛してる。いいの私に。ありがとう。胡蝶しのぶ愛してるさん。I need you タワー。ありがとうございます。胡蝶さん推しということで。胡蝶さんね、人気だよね。人気ですよね。いや、私は胡蝶さんのあの戦いを早くアニメ化で見たいんです。あの戦いを。ありがとうございます。ありがとうね。それ本当共感してもらえた。え、あの戦いだよねやっぱね。早く見たい。超迫力あるだろうな。でもだいぶ先だよね。だいぶ先になっちゃう。泣きました。まあそうだよな、そうだよな、そうですよね。よくよく耐えました。ね、オイラ、オイラなんだ。あれ？佐藤あかり愛してる。佐藤あかり愛してるに変えた？アイオン中、アイオン中タワーありがとう。ありがとうね。テーマすごい。これで1サビサビが歌える。テニスで戦ってね。テニスの呼吸って。I want you, I need you, I love you。 これでサビが歌えました。ありがとう。でもちょっとずつやっぱ違うんだね、なんか色合いがね。あ、なんだった。ありがとう。音符ありがとうございます。あちゃんも音符ありがとう。ありがとうございます。たまギリでもいいよ。ありがとうございます。ありがとうね。本さんありがとう。悲しい。ありがとうっていうのもあれかもしれないけどね、そう思ってくださるのはありがたいですね。ディアスギリでもありがとうございます。いやね、なんか本当に悲しいなとか寂しいなって思わせちゃうのはすごく申し訳ないけれども、でもなんかそう思っていただけるってありがたいことでもあるのかなってね、思ったりとか。ねえ、ごめんね。ウリーデスタコありがとう。ノブタンキュン、ユウちゃんだるまありがとう。ありがとうございます。クランプキありがとうございます。クランプキュン、ありがとう。鬼に負けないで。鬼か、でも私鬼派なんだよね。
鬼の気持ちもわかるんよ。あれ先生、チョコのクマかな。ありがとう、チョコのクマありがとう、イエイ、チョコクマ、チョコのホイップ、チョコのホイップなんだろうけど、なんかお団子みたいに見える。チョコクマ、チョコクマタワー、ありがとうございます。おいしそう。このチョコクマのね、私の高評価ポイントはちゃんとこのカラースプレーが振りかけてあるところ、ここ高評価、グッドボタンって感じ。カラースプレーの存在感は半端ない。なんかね、すごい好きなんですよね、カラースプレーの存在。なんかもうあるだけでもう無条件に食べたくなっちゃう。あ、光るグーグー、ありがとうございます。これがなくてもなんかチョコって感じはわかると思うんですけど、バレンタイン前だしね。だけどやっぱこのカラースプレーをかけようって思ったその発想が素晴らしい。あ、この4種類が、あ、期間限定、あ、そういうことか。ああね、そう、ドーナツだったりとかソフトクリームとかなんかクレープだったりとか、もうかかってるだけでもうありがとうって感じ。もちろん中身も大事ですけど、なんかもうそれがあるだけでありがとうが出てきちゃう。のぶたマーカーこと西西君、ありがとうございます。そう、テンション上がるよね。誰しも一緒なんだよ、やっぱりすごいよね、考えた人。ありがとうございます。チョコだ。何のチョコだ。ラッキーさんこんばんは。エヨさんキュン、ありがとう。キーでもいいよ。え、待って、これはでもハートがついてますね。これなんかこれはステッカーみたいに見える、なんかステッカーだから、なんかチョコとかに箱とかにこう貼るみたいな、わかんない。ステッカーなんかあんまお菓子要素にしてないよね、なんかステッカー、なんかメッセージカード、ステッカーみたいな、なんかそういう風にしてる気がする。お菓子要素は入れてないと思うな。あ、トリュフ、おいしそう。あ、このチョコキュン、たまチョコキュン、ありがとう。これはこれもね、なんかこのリボンがついてることによって、あ、お兄さまチョコキュン、ありがとう。これ はチョコじゃないのかな、でもツヤが出てるから一見チョコなのかなって思うんだけど、このリボンが直張りねされてることによって、ん?みたいな、ちょっとね混乱するんですよね。箱なのかなみたいな、パッケージみたいな。あ、クランプ、いちご、ホワイトベリー、いちご狩り、ありがとう。なんかそうちょっとね
でもチョコなのかなって思うんですけど、まあ、チョコにちょっと飾り付けみたいな感じなのかなみたいな。あさきさん、いちご、あ、もう一個、ありがとう、ありがとうございます。あ、本命チョコ、じゃ中が本命チョコなのかな、パッケージなのかな、あれは。あ、それかチョコになんか透明のフィルムで細かいこう薄い白いハートが印刷されてる透明のフィルムで包んで、そこにリボン貼ってるとかならまだわかるかも。高い 100% キュン、ありがとう。そんな感じですかね。書いてある。ティオさん、こんばんは。想像してみた。ディアス、星ありがとう。すごく残念です。本当ですか。ありがとう。ありがとうございます。あ、光る。だるまつり。ありがとうございます。だるま祭り、本当、ありがとう。背中を。タコ。タコ前語った気がするんだけど、まあ、天さんとしろ、キュン、ありがとう。白さもキュン、ありがとね。あ、クランプ、田代さんキュン、ありがとう。キュン、語ってたっけか、そっか。でもなんかこのタコはなんか食べ美味しそうっていうよりはこうオブジェ感があるよね。なんかあんまり美味しそうだなって感じは優先してないと思う。なんならそう、ハチマキ知ってるからか。だるまは、だるまはだるま。だるまの子はだるまって感じで、だるまはだるま。こんばんは、ありがとう。音符はね、佐藤崎今日ありがとう。音符はね、でも色合いは好きよ。なんか本当に音色が聞こえてきそうな色合いっていうか、なんかその音の色を表してるなって。あ、そうそうそう、その感じ。あ、それそれそれ。そう、確かに音ってなんか
紫っぽいかも。なんか聞こえてきそう。トゥルンテン、トゥルン、ポロロンみたいな。本当にそう、なんだか分かる気がする。なんか本当に、なんか何色でもいいんだと思う、可愛いと思う、音符は何色でも。だけどなんかちゃんと音を表そうとしてるなっていう、それが伝わる。ありがとうございます、みんな音符。タオもう一個ありがとう。トラッケラ可愛い、ありがとう。うん、だるまだるまだよ。だるまだるま、それにつきます。でも立体感あるね、こう見るとだるま結構立体感あるね。発色はいいかも。うん、肌の色もいいし、だるまの発色はいいね。うん、だるま釣りありがとう。私水色が一番好きかもしれないな。なんか水色が一番綺麗に見える。うん、水色が一番なんか美肌に見える私的に。うん、ブルベなのかな、このだるまの中の人は。うん、ああありがとう。ありがとう。ブルーだるま。でもなんかさ、そうこの眉とか、なんだろう、ひげ、お土産とかもなんか若干さ茶色っぽく見えてさ、茶色だよねこれ、絶対茶色にしてるよね。なんかそう、色合い結構気をつけてるなって。うん、水色と茶色の組み合わせ好き、あのチョコミントだから、そう相性いいんですよね。あちゃんキュン、ありがとう。でもみんな茶色。みんな茶色。でもなんかやっぱ一番なんかその茶色感が生えてるのが水色かな。うん、でもいいよね、なんか黒で、まあ、表現してもいいところをちょっと茶色っぽい色にするっていうのは私すごい好きです。だからこのテニスボールくんも、まあ、あのテニスボールの外側のラインとこの白いところのラインは黒なんですけど、ちょっと表情の部分は茶色にしてみたんですよ。そうすることによってちょっと柔らかさをね出したいなみたいな。そうだから一緒です、だるまと。一緒です。そういうことです。ありがとう。なんか勝手にいろいろ語っちゃいました。ではそろそろランキングを読んでいきたいと思います。今日も
ありがとうございました。では読みます。13位がクランプさんです。ありがとうございました。クランプさん13位おめでとう。ありがとうね。そして12位が本さんです。ありがとうございます。本さん、あれ変わった。10歳が赤いぞさんです。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうね。12位がてんさんです。ありがとうございました。おめでとう。そして11位がさっきーさんです。ありがとうございます。ありがとうね。そして10位があっちゃんです。ありがとうございました。あっちゃん、ありがとう。あ、明日は笑顔で、そうだね、笑顔で楽しく過ごしましょう。うん、ありがとうね。そして9位がたまです。ありがとうございました。ありがとう。うん、明日お話し聞きよろしくね。ありがとう。そして8位がクランプです。ありがとうございました。明日はお話しよろしく。お手紙も書いてくれてるの、楽しみにしてるね。ありがとうね。第7位がオニール大佐です。ありがとうございます。オニール大佐第7位でした。ヤッホー、またね。うん、またね、いつでも来てね。あ、配信ありがとう。毎日、うわー、待って待って、嬉しい。うん、明日のお話し会よろしく。ずっとずっとずっと大好きで。お昼のやつ。私もずっと大好きだよ。ありがとうね。あ、7位お兄大佐、夜も配信ありがとう。明日、うん、大丈夫、いつも通り楽しもう。ありがとうございます。明日よろしく、会に連れていくこと。大丈夫、いっぱいいっぱいお話ししてきたから、これまで大丈夫です。楽しみましょう。明日もよろしく。あ、明日よろしく。明日頑張ります。ありがとうございます。そして6位がトラックエローさんです。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうね。第5位がヒカルです。ありがとうございました。第5位おめでとう。またね。あ、明日ありがとう。明日お話し聞いてみてください。いいな。話したかったね。下北とかのお電話でね、お話できたらいいなって思ってます。ありがとう。明日ありがとう。フラッシュのチキン。あ、アンロケの、すごい、あの写真。すごい。強運。うん。一生大切にします。嬉しいな。大切にしてね。4位が誇張しのバイステルさんです。ありがとうございました。タワーね、ありがとうございました。ありがとう。I love you. I love you, タワー。嬉しかったです。ありがとうね。そして、ダイス。あ、鬼と仲良く。そう。鬼と仲良くがね、理想ですよね。ありがとう。第3位が、ジョージさんです。ありがとうございました。ありがとう。明日会います。ありがとうございます。嬉しい。またね、待ってますね。ありがとう。タワーね、ありがとうございました。嬉しかったです。ありがとう。そして第2位が、テーマです。ありがとうございました。テーマ第2位ありがとう。タワーね、ありがとう。術半分、いや半分見れば立派よ。エピソードトーク、嬉しい。楽しみましょう。ありがとうございました。そしてゼロポジ第1が先生です。ありがとうございます。イエーイ、パチパチパチ。クマチョコタワーもありがとう。サギありがとう。うん、森の大合唱。明るく、本当に良かった。そう、テニスってそう楽しい気持ちになれるんですよ。そう。あ、本当ですか。ご一緒したかったで、ありがたい。うん、明日話しましょうね。泣いちゃうかも。泣かないで。うん、メヨロも楽しみにしてください。ありがとうございました。第一は先生でした。ありがとう。みんなもね、パチパチありがとうございました。では明日はお話し会。
よろしくお願いします。また明日も配信待ってるね。うん、ありがとう。あ、みちるさん、ありがとう。それではまた明日、おやすましゅう。明日もよろしく。バイバイ。ともちゃんも今日ありがとう。ありがとう。おやすみ。うん。待ってるよ。では配信切ります。ポチッとな。